おはようございます。おはようございます。おはようございます。いよいよ大盆栽祭りが5月の3、4、5とやってまいります。はい。はい。今日はね、それの準備ということで、棚場からえらいことになってるやつを、引っ張り出してきまして、剪定して、まあ、形を作ってみようかなというふうに思います。はい、それが、大祭りで販売される。あ、そうですね。これを販売しようかなというふうに、なるほど、はい、思ってます。これがですね、あけびですね。で、あけびは3枚刃と5枚刃があるって前お話したかな。あ、これ4枚ですね、珍しい。うん、あれ3枚だ。これ4枚で、こっち5枚ですね。これ一応5枚です5枚、はい、これ5枚です。まあどちらでもいいんですけど、比較的5枚がいいかなって言われてます、うん。はい、とりあえずこれはもうちゃっと剪定して、はい、長いやつを詰めていっちゃう、うん。で、同じところからいっぱい出てるんで、すごいことになってますね。すごい。でも、もうこうねじれちゃってね、はい、捻転してますもんね、うん。例えばですね、こういう長いところというか、同じところからいっぱい出てるやつ、はいはい、こういうやつで、こういう短いやつを残して、こういう長いやつを切っちゃうと、うん、はい、このことの繰り返しですね。はい、切ります。これだけで終わっちゃうかもしれない切りましたって、はい、だからチャンネル登録と高評価と高評価いいねと思った方はこういう切り方もね、ハサミって難しいんですよ本当はね、うん、刃と刃を寄せて切らなきゃいけないんですね本当はね。刃ってわずかな隙間が実は空いてて、はいはい、うん、それを本当はね、こう寄せながら切るっていう、うんうん、ブリキバサミなんかそうなんですけど、まあそんなこと言ってる間にそんなこと言ってる間に取れましたんで、あとは長いのをこれですね、うん、ちょっともうこれだけですね。これだけの道具、本当に本当にそれだけ、もうこれだけの、でもいい木ですねこれね。いや、これいいんですよ、これなかなか好きで、うん、見ないこの大きさのってあんまり、このね、根毛が面白いですよね。ちなみにこれはお値段言えるんでしょうか。これはね、多分6000円ぐらいだと思いますね。おー、いいじゃないですか。ね、ちょっとね、これ気になったんで、これはここで切っちゃいますね。はい、はい、こんなとこでよろしいかと。ちょっと、ちょっとだんだん切っていっちゃう、うん、風です。この動画がいいと思った方はチャンネル登録をお願いします。エンディング流れてると思う、はい、そうですね、はい、まあまあでも形でこんな簡単なね、はい、作業で、うん、盆栽はこんなにハサミ1本で変わるんだという、なるほど、はい、そういう動画ですね。これ撮っといた、はい、おはようございます。おはようございます。2本目入った。いや、負けない。はい、ということで、これが2本目ですね。はい、これはね、これが私のイベントで2月にやった、うん、2本出したうちの1本が残ったやつですね。はい、これは多分、作ればすごく良くなると思うんですけど。当初ですね。そうですよね。はい、だからもう、ごめんなさい、当初です。そんな痛くない方ですかね。何当初なんだろう、当初法とか。まあ、塗装です。塗装、はい、で、これはいいのはですね、もう板、これシャリになってるんですね、うん、なので、これを1本の板シャリにしようかなと、うん、なるほど、2本両側に入ってる、うん、今2本両側にあって、例えばこちら側とこちら側に入っていて、外側水水できてるわけですね、これね、うん、だからこれの板シャリするってことはなくなっちゃうということなんですけど、まあ、イメージとしては低いのはね、取っといても多分しょうがないと思うんで、どこら辺、うん、ここら辺かどっか差し枝をグーッと下ろしてきて分陣帳に作ろうかなという感じですね、うんうん、まあ、あんまり綺麗な棚とかっていうのはこれなんじゃできないんで、剪定してみて皮むいてみてどんな風になるかということで、はい、これ多分作れば良くなります、絶対。そうですね、うん、僕もこれ欲しかったんですよ。そう言ってましたよね。忘れてました。忘れてました、はい。もう作ったら買えなくなっちゃいますよ。分かりました、大丈夫ですか、はい、じゃあお祭りのお客さんのために、お客さんに、はい、こっち側とこっち側があるので、水水ですね。あれ、これでもこれなんで生きてんだこれ。すごいですねこれね、生命力が。まあ、いずれにしても、ここら辺のやつを剪定してって、取っちゃいますね。でも針金掛けもあんまり時期的にもうよろしくないのと、お祭りで買った人が遊んでもらえばいいんで、まあシャリ付けっていうところまで、はい、はい、行きます。この辺はちょっと切っていっちゃいますね。削る水水にある枝を切る。そう、切らなくてもまあいいんですけど、うん、シャリにしちゃうんで、はい、ちょっとシャリにしながらそれで
たーっとこう向いてって上の方へと車輪をつなげていきたいと思います。これ捻転してるといいですね、これね。はい、はい、ちょっとやっていきましょう。とりあえずここの2つは取ったんで、ここですね、ここから向いていっちゃいましょうか。ここですね、うん、はい、ここら辺からずっと、こんだけね細くて板シャリだったら相当細い木に、うん、そうだから太かったはずなんですよね、丸いやつがね、うん、ここ削ってるんで、ひるまちゃんのワークショップの時に、ね、残ったじゃん、残ったやつだから、だからでしかも安かったですよね、安かった3000円とかですよね、そう3000円か3500円か、うん、だからこれ作っちゃうと5000円以上になっちゃいますからね。だって今当初高いらしいですよ、高いらしいです言われてるお金の話でしたらお金の話高いらしい、いや高いからなってそれ、いやうまくすれば1万円以上って気になっちゃうんじゃないですか、思いますよ、うん、だってないですもん、文人と商店、うん、ねこんなね、シャリでこのミニ盆栽ってぐらいのサイズじゃないですか、そうなんですよ、だから作ったら出すのもったいなくなっちゃうんですよ、そうかもしれない、これで、あ、今行きましたね、行きました、ごめんなさい、こういう風に上に上げていって、はい、ちょっとずつ広げながらですね、うん、ということでちょっと場所をあれ場所が移動しました今、はいはい、ちょっとシャリがね今だいぶ進みましたけど、はい、この感じですね、こちらとこの辺が水水がなくなって枝が切ったやつですね、うん、はい、とこっちでつながったところですね、はい、板シャリになったわけですね、でこれをできるだけ上の方までシャーッと上げていって、はいはい、だんだんこう引っ張っていくと細くなるんで、広げながらやっていきたいと思います。はい、あ、ちなみに今映ってるエプロン、あ、これ、はい、これがですね、ゾウさんお祭りに前にほら要望結構多いので、お祭り前に用意しようと思ったんですけども、はい、そのデニムのやつが生地がもう完売というか、もうメーカーにもない、あ、そうなんですか、これがね、もう在庫なくて、白だけ、あ、ちょっとだけ頼みました、はいはい、かんちゃん見てるやつですね、汚すとかっこいいっていう、汚すとかっこいい、あれを、はい、欲しい方はお祭りで、あ、そうですね、いくつか用意してます、はい、すごく丈夫でいいですこれ、うん、心拍と違ってちょっと年はどうなのか分かんないですけど、あんまりこう強制的に曲げていくと、あの心拍大丈夫ですね、話がかなり飛んだですね、はい、斜めに削って、はいはいはい、水水だけ残しておいて、はい、思い切ってつなげて、そうそうそう、強制的に捻転を作った、捻転を作ったっていう、あとは切るのは勇気だけだって言ってやっちゃいましょうって言ったやつですね、うん、大丈夫でした。大丈夫でした。だから不思議ですよね。どういうシステムになってるんでしょうね。うん、だから心拍はすごいんですよね。そういう水水がつながるんですよね。だから川の流れみたいに。川が。もう酔っ払ってんじゃない。酔っ払いだ。本当はね、針金かけて一本だけか、一本っていうか。だから高く売るなら針金かけて植え替えまでやった方が。まあそうですね。思いますけど、図書ってそんなに一気にやると、うん、よくないですね。機嫌悪くなるイメージですよね。なる。なんか一個ずつやった方がいいのかな。そう、植え替えはちょっと無理ですね。うん、シャリがですね。はい。ここら辺まで行ったんですね。で、ちょっともうぶつかりかけてるんで、これ辺上、太い枝がいっぱいあるんで、ぶつかっちゃうと枯れるんで、もう少し今度は枝を一回整理していきます。はい。細かい枝をですね。あ、どうしようかな。だからこれで、こういう枝をつけといて売るか、うん、もう少しかっこよく作るかっていう選択肢ですよね。まあでも正直、ある程度作ってある方が、売れると思います。売れますよね。うん、よし、じゃあそうしましょう、はい、まあ太い枝なんでやっぱり差し枝というか、これかこの辺が落ちてくると思うんで、なるほど、その他はもうほとんど取っちゃいましょうか、下の枝は取っちゃう、うん、下の枝これだけね、食いつきで遊びで取っておくかどうかですね、うん、ちょっとじゃあ少し綺麗にしちゃいましたね、はい、文人木だから差し枝の下の枝はいらないか、そうですね、そうですね、でこれだけでも結構十分だと思うんですよね、うん、あんまりここら辺からこう落ちるとね、低すぎちゃう、低い位置にあるってことは若いってことなんですよね、やっぱりね、そうですね、年月が経ってって、こういう下の方には日が当たらないから上の方だけで生きてるんで、うん、取っていっちゃいます。なんかバランス的にここが差し枝になるってことは、うん、多分頭こんな長くないですよね、ですね、だからもうちょっと詰めますね、取っといて、あ、まあ、頭がこれに作って、うんうん、まあ、展示みたいにしてもいいですよね、あ、なるほど、うん、でとりあえず残しておいて、残しといて、これ頭にしといて、うん、っていう感じ、そうですね、そんな感じですね、文人に寄せる、はい、っていうのかな、うん、そうですね、ある程度寄せておいて、アルミ線でかけますか、じゃあね、これいらないな、もうなんか気にしながら全部取っちゃうって言いながらも、一応確実にいらないところから、うん、こういう内側から出てる、はい、こういう枝とかですね、うん、少し抜いて
こういうのだから、なんでこう抜くのって言った時に、うん、ここにいい枝があるから、はい、この枝を抜く。いい枝の近くの枝。ここに近いからですよね。だからポンポンポンと、まあ、理想的には右行って左行って後ろ行ってみたいな感じが、うん、まあ、ずっと理想なんですけどね。いい枝っていうのは、うん、いい位置の枝とか、いいところ、こう外側に出てるところから、まあ、いい枝ですね。幹の曲線の外側にある枝。外側ですね。こことか例えば、うん、カンヌキみたいになってるじゃないですか。そうそう、ここがちょっと集中してますよね。そしたら通気はどこ、うん、そうすると、まず第一番目に優先は、うん、これが一番こちら側にある枝の中ではこれ1本しかないから、はい、これは絶対抜けない、うん、でこことここが近いですよね、はい、でどっち抜こうかな、うん、でこれとこれがカンヌキ、ああそうですね、うん、これとこれがカンヌキ、そうするとこれがいなくなってくるわけですね、はい、これとこれは大丈夫、それとそれもカンヌキみたい。ああでもどっちだろう、上の方が近いかな、上の方がこれとね、え？いや、これとこれの、まあ、若干間ですけど、こっちの方がカンヌキっぽく見えるんで、はい、こっちを抜きます。で、まあ、これとも近くなっちゃうし、うんうん、はい、でこれとこれで、あとはカンヌキでどうしてもだったらこれを抜くかですよね、うん、まあいいんじゃないかな、とりあえず残す、それを残す。ちょっとこれはね、内側から出てるんで気になりますけど、うんうん、一番下の枝として、まあ、上がこう降りてきていらなければ取っちゃうんですけど、はい、あとは上の方が少しね、まあ、枯れた時のために残しておくって考え方もね、あ、そう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 、もちろん、ね、保険を、差し枝とかね、そう保険をね残しておいた方がいいんで、うん、胴引きがいいんですよね、図書がね。そうですね、今すごいですよね。ね、どんどん芽がこういうところが芽がどんどん増えてきてる、うん、まあ人気なんでしょうね。多分あんま売ってないっていうのもあるんで、ありますよね。そうですね。結構貴重かもしれないですね、もしかしたら。じゃあ本当に今図書高いですよね。やばいな。これとか。だってやばい、作ったら1万円でも全然ね、いいと思うけど、ね、かもしれないですね。いや、びっくりします、当初の値段見て。うん、保険でねこれ取っといたんですけどね、はい、あのその出位置がいいんで、うん、だけどやっぱりいらないですね、あの上が折れてきた時にやっぱり邪魔になっちゃう、うんうん、これはまあお遊びで、あの後で取っちゃっても構わないんですけど、はい、前ね紹介したように食いつきでお遊びでつけとくっていうのが一つあるんで、うん、あと問題はこれを差し枝にするのか、まあ、これどっちかにするのか、どっちにするかによって今度流れがどっちになるかっていうのが決まってくるわけですね。であとは、ここら辺で頭作るよっていうつもりでいるんで、こういうのはね芽を摘んじゃっていいですね、もうね、うん、先端を、少し長いやつを、先端長いやつだけで、ここは逆にちょっともう天神にするつもりで取っちゃいましょう、はい、意思表明ですね、これね、意思表明、意思表明、これも天神だよって、うん、実際に天神を作るわけではない、まだね、細いんですよね、うん、要はだからその状態にして太らせるってことですね。そうです、そうです。そうするとこれがつけとくことによって、まあ、幹はあんまり太らせたくないんだけど、うん、これが太ってくれないともうちょっと、ね、ちょっと陣になりえない、陣になりえない、うん、遊びで作ってもちょっと細いもんな、うん、そんなこと言いながらもね、背が高い人ってこれ頭で作る人もいるかもしれないですもんね、うん、なんで取っちゃったのって話になっちゃいますけどね、うん、まあまあこれが頭の石表面ですね、はいはい、それの下はちょっとまたごちゃごちゃしてるんで、もうちょっと整理しましょう、はい、決めました、決めました、決めました。挿絵だね、やっぱりどうしようかなって、うん、あったんですけど、ね、これをやっぱりグッと下げることにします。なるほど、はい、でそうするとこれもいらなくなっちゃう、うん、やっぱね D1 がどうしても気になるんですね、はい、はい、なのでこれが降りてくるってことはある程度のやっぱり高さが必要になってくるんですね、うん、はい、これ低すぎるんですね、ちょっとね、うん、はい、ということで今自分に言い聞かせてます、はい、はい、じゃあ切ります、ちょっと残すか、これでほぼほぼ決まったんで、これもいらないな、あ、これ裏取っとくか、あ、これ裏でもいいか、よし、ちょっと改めてシャリですね、うん、ちょっと広げられるかもしれないんで、あ、もう一回シャリ、もう一回ちょっと見てみますね、はい、はい、そうなんですよ、ここまで来たってことはこの間にここに入ってくれば、うん、さっきこれがあったんでやめたんですけど、これがもう死んだってことはこの下削れますから、この間がシャリになると、うん、はい、だ差し枝にかかっちゃいそうで怖いですね、そこね、ここはだから先に、うん、先にここ、こういうふうにこれ以上行かないでねって、うん、あとあのいい子はこの手袋をした方がいいですね、良い子は、良い子はグッといっちゃう
とねいけないんで、うん、はい、ということがあるんで長めに切っといた方がいいですね。はい、お祭りは商品は結構出すんですか？いやー、いっぱい出さないともう棚いっぱいになっちゃったんで、棚がいつもいっぱいで、いつもいっぱいで減ったつもりが減らないですからね。売っても買うからそうですね。買っちゃうんでしょうね。だから今年はあ、できるだけあまり買わないようになんかいつもなんかこれだ、国風店の動画見てたんだけど、はい、今日は買わないみたいな ね、 言ってたら両手いっぱいに持ち帰ってましたもんね。これで広がってきますね、少しね。おお、あ、ぶつかった。この細さでこれ板シャリできたら相当いいですよ。いいですよね。お、なんかだいぶ広がっちゃったな、これ。大丈夫かな大丈夫かな。おお、来た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 。おお、おお、思ったよりだんだん広がっていっちゃった。おお、え、一気に広がりましたね、これ。そんなはずじゃなかった。そんなはずじゃなかった。ちょっと心配してます、正直言うと。正直言うと。まあ、お祭りまで2週間あるんで、うん、白黒ははっきりつくと思いますんで。はい、おーおー。ここに行ったら切ります。そこに繋がっちゃったらね。繋がっちゃったらね。あれれ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 。だいぶ広がっちゃったな、これ。もっとちょっと、ああ、いいじゃないですかね。ああ、でも抜けた。あ、うん、大丈夫大丈夫。ああ、面白いですね、うん、ここ大丈夫だ。そこをね、そうです、板シャリ作りたいところ。うん、そうそうそう、いいところが、うん、ちょっと、うん、うん、曲伸ばしてもいいぐらいかな。曲を伸ばす、ああ、そう、ここね、ここね、きついすぎますもんね、うん、確かに。ちょっとここは単調ですよね。そうですね、3年みたいになっちゃってるから、ね、どっちかを1本 ね、 ね、伸ばすか。うん、さすがですね。じゃあこれはちょこっとこう針金かけて、はい、これを下ろしていきましょう。はい、じゃあアルミ線を、はい、ちょっと持ってきましょう。ここかけて、食いつき、食いつきですね。これも2ですね。2ですね。これはこの木を持ってたら、うん、潰れますね。潰れますね、うん。故障で、分人で、ね、食いつきついてる、食いつきついてる、食いついちゃう、食いついちゃう商品の分人の板シャリって、うん、あの籠宮さんのところで見たじゃないですか、ね、ああ、はい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 、あんまないから、ない、まあ、すごいなと思いますよ ね、 そ う、 すね、そうですね、ないからね、珍しいですよね、うん、これは商品じゃないのかな、でも高さ的に。そうですね、商品とはなかなか言いづらいかもしれないですね。なんかちっちゃい針金かけたくなりますね、これね、うん、どうしても、ここはここが、あ、どうしようかな。本当はね、これとこれ、これとこれでかけたいんですよね。ね、ここは近いんで多分矢じろべになっちゃうと思うんですよね。矢じろべ、矢じろべ、ここに一周をしてこっちにかける、うん、はい。でこれは針金は下に下ろしたいんで、はい、幹の上にこの針金が入ってきます。多少ピッチは短くなりますけど、ここのね、うん、この下に入ってくると、うん、これまでかけたら今度はこっちですね。この一周幹に回すのがポイントですね。そうですね、そう、うん、で先ほど言った次にこれとこれかけるんですけど、はい、これとこれだけだと貫抜きになっちゃうんで、ガタガタに、これが 2本かかるようになりますんで、あの今ご理解できると思います改めて久しぶりですね、こういう、そう、ね、撮影久しぶりですもんね。撮影、そうなんですよ、もうようやく忙しくて、生活がね、ちょっとバタバタして。そうですよ、だからカンタ君ばっかりですよ。カンタ君ばっかりでね、でもいいじゃないですか、カンタ君のやつね、新進気鋭の、新進気鋭のね、盆栽、大宮盆栽を背負っていく、スーパースター、ね、スーパースターですよね、うん、本当に喋れなくなっちゃいますよね、本当に。もうそのうち切り捨てられます。切り捨てますよ。あれ、カメラ禁止ですとか言われてね。ダメなんで。どちら様ですかとか言われて。ちょっと失敗したなっていうのは、ちょっと隙間をもうちょっとこう上げればよかったですね。ここね。でここもまあ沿わせた方がいいですね。うん、ここにね。針金はここだけ。うん。上は、うん、ちょっとかけましょうかね。であと剪定必要かもしれないですね。でこういうのも。かけるのはこっちが軸がしっかりしてるんで、うんとこっちからかけてあげた方が、はい、こっち先かけるとこうフラフラしちゃうんで、この長さプラスアルファですね、取っといて、この下ですね、重ならないように、重ならないように、重ならないように、まああとはちょっと枝が左右に行くように
少し方向をねじりながら、うんうん、あただあんまりねじるとね塗装良くないんで、グッと下げていくわけですね、元の方からですね、はい、こちら差し枝やっぱり太い枝なんで一番下の、うん、これをグッと下げていってこっちはちょっと短くすると思いますね。針金かけましたけど、でこれは逆に裏枝なんであんまりこう同じ位置にならないようにそんなに下げないですね。ちょっと軽く曲付けするぐらいで、これは何でしょう、一番下げなきゃいけない、これはもう起こすだけですね、はい、細いんで。そうですか、どうですか、うん、なんかねこんなとこかなって感じですね、うん、今回は形付けっていうことで。枝は詰めないですか、ん、枝は詰めないですか、うん、ちょっとね曲げちゃいました。あ、曲げて短くして、うん、短くして、まあ詰めてもいいですけどね、こういう芽があるからね、うん、ちょっとずつ詰めるかな、うん、まあ些細ですけどね。まあそうですね、だいぶ印象違いますよ、ね、短くなると、うんうん、だんだんこう、まあ文人はねよく言う当時で言われている幹に寄せろっていうね、はい、ということで、まあ、ここのとこがこう寄せてみたんですけど、うん、ここはねもっとバチッと折りたいんですけどちょっと怖いんで、とりあえずこんなとこかな、はい、はい、頭もね上の方はちょっともう針金かけてないですけど全体にぽっこり作ったんで、はい、こんなんで出したいと思います。はい、ちょっと値段考えましょう。値段 ね, ね、皆さんコメント欄で希望価格を、ね、あ、希望価格をすごい安くなったりして2500円とか言われたりして、でもまあね今の当初の値段上がってますから、うん、うん、で良くなりますよこの板シャリだからね、これついね1本のここまでできてるんで、うん、結構かかりますよねこれ作るのにですね、うん、でここはあの今後はもっともっとこう両サイドを削っていって本当に板に、うん、そうですね、していくとね、だこういうのも年数経ってやっぱりシャリができてったんでね、はい、こういうのができてますよね、線がね、ここら辺がいいですね、ここら辺の感じがね、なるほど、うん、ここも良くなりますよね、そこ絶対いいです、うん、でまあ、あと Q さん言うようにやっぱりここはこの曲がりが単調なんで、うん、ここに厳しいのあったら少しここ伸ばすとかね、そうですね、うん、あのもうちょっと今やるとこう剥がれちゃうんで、うん、もう少し経ったらこうぐーっとね起こしていって、多分あのシャリ入っても大事だと思うんで、はい、とりあえず本当にあの基礎作りですけどこんな風にしてみましたということで、あとはじゃあお値段はコメント欄でね、はい、それで決めたいと思いますんで、はい、はい、ということで今年も多分たくさんのお客様がいらっしゃると思います。十分なねあのご対応できないかもしれませんけども、はい、商品はたくさんありますんで、あります、はい、今年は飲食店も出ます。ありなんですか、キッチンカーとかありになりました。あ、そうなんですか、はい、焼きそばとかはね出てましたけど、そうです、当然で出すっていうじゃなくて、キッチンカーとか要は飲食店が出店 OK になりました、はいはいはい、あのお祭りに参加できるようになりました。あ、そうするともしかしたら駐車場とか、駐車場っていうかこの 道沿いに、あ、出るか、今まで飲食店少なかったじゃないですか、少なかったですね、だからそこにあります。あ、なるほど、はい、キッチンカーが、なるほど、わかりました。じゃあそちらの方も充実してるということで、はい、充実しております、はい、今いろいろイベントがあるということで、はい、はい、お待ちしてますんでぜひお越しください。お越しください、はい、よろしくお願いします。ご迷惑かかりました、はい。